ぱい。キャリーさん。こういうことは、まあまあ、家計さんは、これが1点、大野が1点。計算、確かに。ほんで、竹内くんも合計書いてた方がいいんだよ、ついでに。これ間違いないでしょ、うん、間違いない。これ130ということで、今年はですね、右肩下がりにダメになってきました。みんなにマークされましたね。なんかマークされ始め、なんかあのブロックされ始めたら急にトーンダウンしました。まあ来年はそうならないように頑張ります。やっぱりね、出すぎるとね、やっぱ打たれるからね、攻撃っていうのは。ということで1年間ありがとうございました。振り返りましたね。いやー琵琶湖は多分僕のことは嫌いでしたね、1年間。来年好かれるように。1年通して逆に、ね、嫌われてた。逆にこっちも嫌いになったら、酒がなくなって、こう来るかもね。今日もね、さっきブンブンでしたね。ブンブンでした。来年頑張ります。なるほど。こんなところに、こんなところに例の2名が。私は全然関係ないんで、もう全然ダメようですわ。さあ、じゃあちょっと向こうの計算中の方にちょっと。一段終わりました。終わりました。一段がもうこれは面白くて面白くて。小石さん終わりました。小石さん終わりました。見ても分かりません。11位は吉田君でした。ポイントは言いません。拍手拍手。ちなみに吉田君は、第5戦で1位を取られております。僕は未だかつて下場が始まって、11年、1回も1位はありません。池原ではありますけれども。10位、浦井の山崎さん、117ポイントで、9位、ゴンチ127。マキちゃん、ありがとうございます。その差がマキちゃんが138ポイントで、北村さんが137ポイントで、僕が136でした。西田さんは148。ダントツで。なるほどね。ダントツで。仮に今日僕が1位やったら2位になれてないんですけど、あのお二人が釣ってこられましたので。まあこういう結果でした。はい、今日はおめでとうございます。おめでとうございます。何とかいただきます。第4位、第3位、北村さん。はい、どうも、ありがとうございます。第2位、マキちゃん。おはよう。ありがとうございます。で、前回優勝、今年もおめでとうございます。おめでとうございます。ほんま嬉しい。4戦目に竹内くんが釣られました。2960。お、拍手。イエーイ。こっからブロックだ。され出したな。打ち殺されるやつで。なんちゅうタイミングで出ます。1位、2位、3位。